ートしました。揃いました。マスさんはディリックドラマが出ていきます。すっと外から8番ヘルフロイデが2番手、3番手広がって9番プレイヤーサムソン、内から4番当選スーリア、間から5番シスタープラッグ、6番ノーブルカリダ、7番のルーボス、一塊で1コーナーへと入っていきます。北海道、涼しい。暑い。15番ピタサンジャンドラ、1番アイスパーキングズ動いていきました。前に並んで4コーナー手前、あとは3番手外から13番スーパーアロイで第4コーナーをカーブ直線に向かいました。あとは開いて2番目エランタンが4番手、前は2頭の競り合いですが、今度は1番アイスパーキングズ前に出ました。しかし無事応戦する15番ピタサンジャンドラ、2頭並んでいます。あとは4馬身5馬身後方200を切って2番メデランタンが3番手に上がってきた。13番スーパーアロイは4番手に交代、前はまだ競り合っていますが、1番アイファーキングズか15番ピタサンジャンドラが、しかし前に出ました。1番アイファーキングズ、1番アイファーキングズ合理。2着は15番ピタサンジャンドラ。前から3頭目は8番アージオンです。直線の攻防、打ち粘っている9番ファルークですが、坂を上がって並んでいく7番ラインベックです。前2頭並んでいきました。あとは2馬身後方8番のアージオンが3番手、残り 200m。 4番手は4番メルテッドハニー、前は7番ラインベック、前に出るか、うちは9番ファルーク、2番手頑張っている、8番アージオンが追っている、しかし7番ラインベック通り。2着は8番アージオン、3着に下がった600を切って4コーナー手前です。前は並んで8番グランドビクトリー、わずかに前リードは半馬身で4コーナーカーブ、2番手9番グレイフィンソニア、第4コーナーをカーブ直線に向かいました。3番手は並んで外14番トリオール、内から接近する3番ワンダークラッシュです。前は突き放した8番グランドビクトリー、リードは2馬身から3馬身です。内から3番ワンダークラッシー、2番手に上がって残り 200m。 14番フォリオールが3番手から2番手を追っていますが、なかなか差が縮まらない。あとは2番セデックカズマ、後方から4番手から3番手に上がってきた。確かにまだ夏には早い。牝馬2頭のワイドと一番人気が強そうなので、一番人気から牝馬へ生まれん2点。実際後ろ2頭、10番ミラクルユニバースと6番ミスターウィンディーという展開です。4コーナーをカーブしているところ、
1番ベールデバロン、わずかに先頭ですが差がなくなって、8番のアラウ並んで残り400、4コーナーから直線に向かってきます。この外から15番の名勝ラッシュ、前3頭広がってきました。内の狭いところを狙ってくる3番カリンカ、坂を登ってまもなく残り100、これらの外から追ってくるのが12番グトルフォス、14番のネクストムーブ、残り200を切って大外から4番タババポロイカの追い上げですが、前はわずかに3番カリンカ競っているところ、15番の名勝ラッシュ、この外から金2番のバーンスターがまとめて捉えた。2番バーンスター先頭ゴール、2番手は15番の名勝ラッシュ優勢、この内に3番のカリンカ、2番のバーンスター次も当てるぞ。単服買っても仕方ないので、コーナー中間残り400、方向は固まって、7番大神カレラ、1番カイザーミノル、外に持ち出した9番の首里、後方に3番ダノンテイオーです。残り400、4コーナーから直線です。先頭6番南洋プランタン逃げて坂を登りますが、外に持ち出して8番大神クイーンと追ってきました。外へと持ち出したのが2番のミッキーバニーラ、その外からは5番のエスペランサリュー、4番ブレイニーランを追って200を切りました。その後ろ大外に9番首里乗り足どうか、前は内立ちいっぱい、粘る6番南洋プランターリードを2馬身ですが、迫ってくるブレイニーランミッキーバニーラ、3頭が広がったところでゴール。粘りに粘った6番南洋プランターを外から追い詰めた、逃げた6番南洋プランターが粘り込もうとしたところに4番ブレイニーラン、間にはミッキーバニーラと3頭、際どい体勢でのゴールとなりました。今ゴールの体勢、ストップモーションの映像が映っているんですが、到達順 1,2,3 着は写真判定となりました。ストップモーションの映像を見ても際どいところ、外が4番ブレイニーラ、内が6番南洋プランタン、真ん中2番のミッキーバニーラ、この3頭で 1,2 泣くことないよ、人は弱くはないし強くもない、泣くことない。ビジョンに映りますが、わずかに15番のミッキーブリランテ届いているか、それとも10番メモリーコロネット残せているか。1,2 着かなり際どくなりました。3着争いも広がになってから、もう一回やろう。